海溝王底エビは、節足動物門甲殻アモン南高校短脚目、太ひげ底エビ浄化に属する横エビの一種。北西太平洋の海溝に分布し、マリアナ海溝、フィリピン海溝、ヤップ海溝、パラオ海溝、日本海溝、伊豆、小笠原海溝、カムチャッカ海溝で採集されている。水深6000メートル維新の超深海底にのみ、生息し、 世界で最も深い海である、マリアナ海溝のチャレンジャー海淵にも分布する。体は、淡い茶色、またはピンクがかった白と描写される。横エビとしては、大型の部類になり、体長4.5センチメートルほどの大きさになる。目は、完全に退化している。触覚は短い。太髭底エビ類に共通する特徴であるが、 腹部の遊泳足が発達しており高い遊泳力を持つ。体内に多量の脂肪を溜め込んでおり、餌の少ない環境において重要なエネルギー源として機能している。さらに、この脂肪は密度が低く水中を移動する際に浮力を与えていると考えられる。気温と圧力の変化により深海底から引き上げると体内からその脂肪分が溶け出して、 抜け落ちてしまううという深海の水圧条件ではカルシウムが海水中へ溶け出してしまうことが知られている。とりわけ甲殻類や貝類にとって体表構造の主成分たるカルシウムの溶出は致命的であり、これが深海に大型生物が少ない一因と考えられてきた。海溝を底エビの体表を分析したところ、 カルシウムでできた外骨格の表面にアルミニウムを多く含む膜のような構造があることが分かった。これは、旋回器で得られた横エビには見られなかった。分析の結果、海溝を底エビは、海底の堆積物に含まれるアルミニウムを抽出して、アルミニウム化合物を含んだゲル状の物質として、身にまとい、カルシウムの溶出を防いでいることが、明らかになった。フィリピン海溝。 マリアナ海溝、パラオ海溝の3カ所で採集された標本を比較した研究によれば、海溝によって形態に差が見られる。マリアナ海溝の超深海に生息する種は、他の種とは違い隔絶して、独自の種へと変わりつつある、進化の途上ではないかとも言われている。生息域が深海底のため、詳しい生態は不明である。日本のジャムステックが行った調査によれば、 他の生物の胃外や植物片を餌としていると考えられ、植物性多頭を分解するセルラーゼなど数種類の酵素を持っていることが明らかとなった。ベートランダーを使用した調査においては、群れをなして魚肉を食べる様子や、他の横エビプリングカチリアジャミエッソニに捕食される様子が観察されている。1995年、 マリアナ海溝チャレンジャー海部地の震度1920メートル付近において、日本の海洋研究開発機構の無人探査機海港によって採集された。当初、これほどの震度に大きな生物は生息していないと思われたが、餌を仕掛けたところ多数が集まってきたという。超深海の高水圧と暗黒の中で進化し、生息していることは、当時の研究者たちを驚かせた。 1998年にも再調査が行われ、地球最深部に住む動物の一つとして有名になった。ありがとうございます。